それでは休憩前に引き続き質疑を行います北鍵屋公園について森本委員 <laughs> はい森本委員 ではよろしくお願いいたします早速質問に入らせていただきます私どもの会派にも地域の声プロジェクトチームの方から声が届いておりますプロジェクトのメンバーについてはですね先ほどあの茂委員の答弁茂委員への答弁でされておりますので理解承知しておりますけども改めてですね 本市が対応されているプロジェクトチームのメンバーはどのような団体に所属されている方々かを教えていただきたいと思います永田緑政策推進室長プロジェクトチームメンバーの構成についてでございます現在、検討を進めておりますプロジェクトチームのメンバーは富士森り学区地域力アップ全体会議から6名ワークショップに参加いただいた公園隣接の住民の方が1名 現地イベントに参加いただいた子育て世代などの公園利用者の方から5名合計12名で構成されております12名のうち北垣屋公園の愛護協力会からは2名の方にご参加をいただいております また、です、ね、富士登森学区の地域力アップ会議のうち6名のうちです、ね、富士登森学区の自治連合会からは5名の方にご参加をいただいておりますこの自治連合会の皆様におかれましてはプロジェクトチームの発足前から関わっていただいておりますのでその後に開催したワークショップや現地イベントにもですね積極的にまた主体的に取り組んでいただいておるところです。 このため、自治連合会の皆様におかれましては、こうしたイベント等への参加者を加えた、皆様にイベント等の参加者を加えた現地のプロジェクトチームは、ですね現在のプロジェクトチームは、地域主体の公園作りにふさわしいメンバーで構成されていると、このように考えているところでございます。以上でですす森本委員、はい、ありがとうごございいまま非常にに詳細にご丁寧にご説明たただきましたので えー、このプロジェクトチームの主要メンバーですね今おっしゃっていただきましたように自治連など地域を代表される団体の方々が大変多く参加されているということですけども、えーまあ、私どもとしても本市が話を聞かれる共同研究の相手としてはですねふさわしいというふうに認識しておりますそこでですねこの自治連等の共同研究に対する意見はどのようなものが どのようなものかについて教えていただきたいと思います長田市長、えー、北川家公園の共同研究に対するです、ね、自治連合会様等のご意見についてでございます。えー、まずです、ね、富士宮学区自治連合会では今年度の総会におきまして現在取り組んでいる共同研究についてプロジェクトチームを設置して京都市とともに検討していくこと を報告されてございますこのためですね共同研究の推進には賛同いただいているというような状況でございます次に今年4月に発足し現在検討を進めているプロジェクトチームでのご意見でございますけれども昨日の第3回の会議では公園のコンビニ店舗の配置に加え地域交流のための多目的スペースの使い方について検討したほかですね地域住民への本取り組みの周知や意見募集の方法について アイデアを出し合っていただいたところでございます。 このようにですねプロジェクトチーム会議におきましては、セブンイレブンの提案に対しまして、ですね公園の使い方や施設の配置などについて、具体的にさまざまなご意見をいただいているというところでございます。これらのいただいているさまざまなご意見につきましては、いずれも地域が主体となって公園をより良くしていこうという建設的なものが中心となっておりますので、今後ともですねこれらのご意見について、プロジェクトチーム会議におきまして、丁寧に議論を行いまして、合意形成に努めてまいりたい、このように考えております。 以上です森本委員自治連のです、ね、協議に始まって、昨日のプロジェクトチームに至るまで,です、ね、約1年間近く話し合いを続けてきていると聞いております。一方で、この間の情報の詳細についてです、ね、聞いていないという方もおられます、おられるようです。 詳細をです、ね、よく知らない外部の方がです、ね、プロジェクトチームに参加していない一部の方の意見について地域を代表する反対意見かのようにです、ね、紹介されると地域は混乱困惑していると危機を呼んでおりますそこで改めてです、ね、周知の必要性について本市の見解をお伺いしたいと思います永田市長 取り組みに対する周知の必要性についてでございます。これまでですね、地域住民の方への周知につきましては。 プロジェクトチームにおける検討状況をまとめたニュースレターの約1000部の学校配布、それから公園利用者にも見ていただけるよう、公園内にも掲示するとともにですね、えー、藤森小学校の協力を得て、プロジェクトチームで作成した壁新聞を学校内に掲示いただいており、子どもたちにも取り組みを知ってもらうように努めてございます。まあ、さららにににででで、ね、ですすすねねそそのののののも地域主催のイベントでの発表でありますとかかニューーーースレターの配布それから京都市のホームページにおいて 公園ででの取り組みを紹介すするるななどですね積極的な周知には努めているところでございますこうした取り組みの周知につきましてはプロジェクトチームの力もお借りしながら情報発信をしておりますが詳細をよく知らない外部の方やプロジェクトチームに参加されていない方のご意見やニーズの把握などに努めることも非常に重要であるとこのように認識してございますので京都市としてもしっかりとですね力を入れてやってまいりたいこのように思っております森本委員。 ありがとうございます、えー、私の方からですね、えー、最後にですね、えー、この地域のコミュニティの形成につきまして、えー、は地域主導で、まあ、散々あの今までもご答弁いただいてますけれども地域主導であるべきだと考えております、えー、またですね、えー、行政に関してもですね、まあ、行政がやれればいいんでしょうけども、まあ、そ一方でですね限界ということもあると思います。えー、よって行政任せ とということではなくて地域が主体となって行政や民間と共同することが望ましくかつ重要と考えているところですその意味におきましてもこの取り組みはですね地域が非常に期待しておられ私どもの会派としても応援してその取り組みに対してはですね応援してまいりたいと思っているところです今後ともですね地域主導でプロジェクトが進むよう 本市もです、ね、しっかり対応いただくことを切に、えー、強くお願い申し上げて、私の質問を終わります以上です。それでは続けて、北鍵谷公園のプロジェクトについて、平田委員どうぞ。平田委員。 午前中に引き続きまして北鍵や公園について質問をさせていただきますよろしくお願い致します私のまあまさに地元でございまして 藤の森学区で、まあ、今も生活している身としてまたご質問をさせていただきたいと思いますけれどもこの地域住民の皆さんとともに進められている北鍵谷公園ですね、えー、この公園はやはり地域の貴重なオープンスペースでありますが最近では愛護協力会の皆様の高齢化などさまざ、あ、まな問題を抱えており時代に合った新しい仕組み作りが必要だと私も考えております。 北鍵谷公園での今回の取り組みについては行政が主体ではなく地域住民が主体となって令和の時代の新しい公園の在り方地域が主役の新しい仕組み作りができるきっかけになるのではないかなというふうに期待をさせていただいていますその上で改めて何点か質問をさせていただきますまずは昨年から始まったこのプロジェクト これまでの経緯について、改めてお聞かせください,田市長、はい。プロジェクトに取り組むまでのこれまでの経緯についてでございます。 まず北鍵谷公園の現状につきましては今ご、議員ご紹介いただいたとおり施設の老朽化でありますとか公園愛護協力会の方の高齢化といった課題に直面してございます、えー、特にですね公園の利用におきましては子どもたちの利用も少数ながらあるもののですね遊具の老朽化が進むなど公園の魅力が十分に生か,し活かされていないという状況にございます、まあ、こうした課題解決にあたりまして総合企画局の公民連携課題 解決推進事業京都シティオープンラボという取り組みがあるんですがこれにおきましてですね持続可能で柔軟な公園運営の制度設計という課題解決に一緒に取り組んでいただける技術、ノウハウを持ち合わせた企業を募集いたしました。 これに対しまして、本市と地方創生包括連携協定を締結している株式会社、セブンイレブン・ジャパン様から、北垣公園において、地域や本市と共同で公園利活用の研究を行いたいという提案を受けたため、これを採用し、現在、地域およびセブンイレブン,ジャパンと共にですね共同で研究を進めている、こういうところでございます、えー、平田委員、挙手して<ー>。 私もあの生活圏なのでよく朝夕、車で通りかかることが多いんですけれども改めてです、ね、お昼間の子どもたちがどれぐらい遊んでいるのかとか、まあ、近所の方々がどれぐらいご利用されているのかということを把握されておられれば一日の公園のご利用人数など分かれば教えていただければと思います。中田市長 公園の利用人数についてでございます、えー、北垣屋公園の利用状況につきまして、えー、本市が昨年秋に調査したところ、えー、公園の日常的な利用者は10名から15名程度となってございます、えー、内訳といたしましては毎日,毎日朝のラジオ体操で5名から10名、えー、それから昼間は小中学生が5名程度となってございました、えー、そのほかにですね、えー、30名程度が参加される公園体操が週1回 開催されているほかですね昼間には週1、2回程度近隣の保育園が10名程度で利用されている状況というのは確認してございます以上です平田委員ありがとうございます5月に出されましたですね北鍵屋公園ニュースレター を拝見させていただいて4月24日に開催された第1回プロジェクトチーム会議の地域の皆さんのご意見については拝見をさせていただきましたその後、まあ、1ヶ月以上経過しているわけですけれども現在ではどのような意見が出ているのかを教えていただければと思います長田市長 プロジェクトチーム会議で出ている最近のご意見にといたしましては児童館のような子どもの見守り機能が果たせる場所や親同士他世代が交流できる場所の確保などの公園の使い方に関するご意見のほか 学生等の若い方々を巻き込むなどの公園に関係する人を増やし、地域主体の公園運営を持続させていくための方策にかかるご意見などがございます、なお、地域の方、特に子どもたちに、この北柿谷公園でのプロジェクトを知ってもらうことが大切だという意見をもとに、藤森小学校におきまして、プロジェクトチームで作成した、先ほどもご紹介しましたが、紙新聞の提示などはさせていただいて、周知の方法についてさせていただいたというところです。 今後も周知のあり方については様々にこのように検討していただいておりますので対応してまいりたいこのように考えております平田委員セブンイレブンさんからの提案に売上の一部を公園の維持管理など 地域の活動資金に回すということも聞いておりますけれども、セブンイレブンさんから、ね、他にどのような提案があり、地域住民にどのようなメリットがあるのか、防災・減災対策などの対策、子どもたちの防犯対策となるような、地域が活用できるような施設の提供などについては、現在、どういった話になっているんでしょうか中田市長セブンイレブンからの提案内容。 地域へのメリット、また防災防犯対策等に関する施設についてでございますけれども、まずセブンイレブンからの提案といたしましては、地域活動やイベント、会議など、多様なニーズに対応する多目的スペースが併設されたコンビニエンスストアと、多目的スペースや駐車場と一体的に利用できるウッドデッキ、さらに地域活動のための倉庫で構成する施設の整備案が出されております。こうした施設整備による 地域へのメリットにつきましては現在の公園の形状は L 型となっておりまして隣接する幹線道路であります師団街道からは子どもたちがよく遊んでおられる砂場等の配置がですね四角になっているとなりがちであるというふうにお聞きはしてございます施設整備後はですね多目的スペースやウッドデッキから保護者の方が容易に見守るにも可能となるというふうに思われます また24時間営業の店舗が設置されることで夜間の防犯には非常に効果的であるというふうに考えております。 えー、さらにです、ね、議員ご案内のとおり、売り上げの一部が公園の維持管理に還元されることで、えー、子どもたちや高齢者など、多世代の利用者が安心・安全に利用できる良好な状態が長く保たれるということが期待されております、えー、ただし、こうした施設の整備案につきましては、地域の方々のご理解が最も重要であると、このように考えてございます。現在こののののセブブンンンイレかかかららら提案につきましててプロジェクトトチーームから出ているご意見や、えー、地域からのアンケートの 回答を踏まえまして、店舗や多目的スペース、駐車場の配置について検討が進められている、このような状況でございます。以上です平田委員 ありがとうございます昨年の8月から始まったこのプロジェクトですけれども、先ほどありましたように、もうすぐ1年が経過するということで、今後です、ね、どのようなタイムスケジュールで、この北鍵谷公園の利活用について、プロジェクトを本主として進めていくつもりなのか、まあ、セブンイレブンさんは民間の企業ですので、あまり時間をかけたくないという意向もあるかと存じます、そのあたりも踏まえてです、ね、今後のスケジュールについて、お聞かせをください。長田市長 今後のスケジュールについてでございます。今後のスケジュールにつきましては、講演の理想像や 使い方などに関していただいたご意見をプロジェクトチームで検証し公園の広場や遊具の配置店舗に併設する交流施設の使い方やレイアウト管理方法などについて検討をさらに深めていくこととなっておりますまた施設の整備案につきましては案が決まった段階で実際に北垣屋公園におきまして施設の位置関係を確認する実証実験を予定してございますこの実証実験には地域の方もご参加いただきご意見をいただく予定としておりますので 地域の多くの方に参加いただけるよう実施が決まりましたらしっかりと周知してまいります実証実験の実施後はですねいただいたご意見等を踏まえ施設整備案について地域セブンイレブンそして京都市の3社での合意を目指してまいります え議員ご指摘のとおり、セブンイレブンは民間企業でありまして、スピード感を持って事業計画をえ進めているということは本市も承知しておりますけれども、併せて、ですねセブンイレブンにおきましても、このプロジェクトが地域との合意のもとに進むということも理解されておりますので、今後もですね関係する皆様が納得できる案としてえ進められるように努めてまいりたい、このように思っております。平田委員 えありがととうございいいまますす、えー、これで最後の質問にしたいと思います、えー、まあセブン‐イレブンさん、そして地域の皆さん、主体となって、えー、この北鍵谷公園プロジェクト進んでいるわけですけれども、まあ、地域が主体となって新しい公園ができた後でも、まあ、やはり第一義的には京都市の公園であるということですので、本市としてその後、どのような管理、そして運営をされていく予定でございましょうか。長田市長 はい、えー、京都市の公園はですね議員ご指摘のとおり、京都市が管理、運営していくものでございます、えー、ただし、ですね行政だけ、えー、京都市だけではですね公園利用ルールが画一的になったり、ですね、えー、また公園の管理についても限界がございます。 えー、北限屋公園におきましては、公園管理を担う京都市、交流拠点としての、えー、公園運営を担う地域の力、えー、そして、えー、継続的な公園運営をに支援する民間の力が一体となるよう、研究、検討を進めているところでございますので、えー、このプロジェクトが実現した際には、ですね、えー、公園管理者として、えー、本市が直接行う維持管理の実施とともに、ですね、えー、地域が主体で運営していくために、しっかりと連携をして、えー、進めてまいりたい、このように思っております。 ございまえまあ、このプロジェクトに関してはですね。地域力アップ地域コミュニティの活性化につながる取り組みと期待をしております。セブンイレブン、京都市、そして地域住民がしっかりと共同連携をし。 地域にあった公園のあり方を追求して新しい公園の運営の形を作ることができることを望んでおりますしそれに対して本市がしっかりと取り組みを進めていただくことをお願い申し上げまして私の質問を終わらせていただきます、はい、以上の件に関連して他にございませんかなければ次に梅小路公園駐車場の安全確保について倉田委員どうぞ 倉田委員。お願いします。えっと質問に入る前に一言指摘をしておきたいと思います。えっと今の北鍵屋公園の質疑ですけれども、まあ、午前中、我が党の平井議員が植松公園整備計画の中でも指摘をしましたが、この植松公園の問題ではですね、えーえー。近隣住民からの切実な願いは？ 留小学校そのものの今これまで豊かに保有していた緑が失われると、まあ、このことを抜きにしてですね総合的な効果がどうかという観点が見えないということを指摘しました北鍵谷公園についてはですねこの地域は児童館がないという致命的な地域の切実な要求がある地域ですそのもとにおける公園の機能というものが どうあるべきか、そのことが真摯に議論される必要があるということをあの指摘をしておきたいと思います。まあ公園管理のあり方、整備のあり方、大変大きな問題です。え引き続き議論をさせていただきたいと思います。それでは時間がありませんので、私があの、えー、質問のエントリーをしていました梅小路公園の駐車場の安全確保について本日は求めたいと思います。 この間、市民からです、ね、梅小路公園の駐車場に、まあ、バイクを止めようとして、まあ、足元が滑り、バイクもろとも転倒しそうになったと、非常に危険な状況があったんだということで、苦情を聞きました、で現場をあの確認させていただいたんですが、確かに、えーまあ、滑り止めが一定、施されてきた経緯はありますが、破損していると。でしかもです、ね 場内大変滑りやすくなっております、ご注意くださいという注意書きが貼られてますが、これも大変古くなっている、こういう状況で、まあ、大変あのこのままでは危険な状況と認識しました、いったいつから梅小路公園内、このような状態となっていたのか、端的にお答えいただけますか。長田市長はいい、えー、約1年ほど前ににですね校舎において当該駐車場の 路面が滑りやすい状況であるということは確認してございます、それに伴いまして、今、議員ご案内いただきましたとおり、利用者への注意喚起の案内カー,ーを設置するとともに、滑り止めのテープを貼り、安全対策を講じてきた、こういう状況でございます倉田委員、はい、あの安全対策、講じてきたということですが、しかし、直近でもこのようにお声が出ております、このことについて、京都市としてどう考えていらっしゃるのか、いかがでしょう。 永田市長。はい。ええー。 今ご指摘いただいております二輪の駐輪場につきましては、梅工事公園の大宮入り口広場の南側、自動二輪の駐輪場かと思われます、ここにつきましては、本市が公募の上で、一般財団法人、京都市都市整備公社に設置許可を与えて、平成24年3月からですね、供用させて,えしていただいているところでございます。とはですねえ公園管理者ででございますのの本来の 公園会社は京都市でありますが、引き続き設置許可を受けている校舎に対しまして、ですね適切に指導を行いまして、ですね安全安心な利用関係を整えてまいりたい、このように思っております倉田委員。はいあのまあ、今のまだ梅雨でして、えー、これから夏から秋にかけ、まあ、豪雨、あるいは台風、まあ、こういうこと、十分想定されます、早急に安全対策を取る必要があると思います、いかがですか。長田市長はい 滑りやすいという状況はかあの確認してございますので、えー、早急に対応が取れるようにです、ね、指導してまいりたい、このように思っております京都市都市整備公社が管理者であるので、指導するということですが、この公園を利用される市民、あるいは観光客も含めてです、ね、利用者の安全を確保し、 これを絶対なものとして守るというのは行政の責任だと思うんです、いかがですか長田市長はい、えー、先ほども申し上げましたとおり、当該駐車場につきましては、そして備行者の方に設置許可を与えているという施設でございます、この設置許可の条件の中に、ですね管理の良好な実施ということで。えー と良好に、えー、維持管理しなければならない、こういう項目を設けてございます、えー、従いまして、ですね我々は管理者として許可を与えている立場として、ですね、えー、許可を受けていただいている設置者である、えー、校舎に対して、ですね指導をしっかりしていく、こういう立場かと思っておりますので、それをしっかりこ,、えー、こなしていただいいきたいと、このように考えております倉田委員あのこれね、ここだけじゃないと思うんですよね。 えー、このように、駐車場の安全というところで、京都市の責任でまず調査をする、いかがですか。長田市長 はいあの京都市の職員ももちろん当然、えー、確認はさせていただいておりますが、先ほども申し上げました通り、えー、まずは直接の管理者でございます、えー設置許えー、設置許可を受けております校舎に、えー、詳細を調査していただく、それを報告を受けて、えー、どういう方向で安全対策が必要か、これを対応するのが我々の仕事かと、このように考えてございますので、それは実施してまいりたい、このように思います。倉田委員 いつまでに調査をさせますか。お答えください。長田市長。はい。もうすでに現在調査の指示は出しておりますので、調査結果が上がりましたらまた対応の方は今後考えていたいくとこういう状況でございます。倉田委員。はい。ぜひ局長にお答えいただきたいと思うんです。これあの本当にあの大事故に繋がってはいけないことだと思います。ぜひですね。まああの整備公社が行って確認をされたことが本局に上がると。 きちっと必要な予算を確保して、これ、対策するということは答えていただけた、いかがですか中田市長田し公園管理者であります、京都市として、ですね、えー、設置許可者であります、校舎と連携しながら、ですねしっかり対策を取ってまいります倉田委員速やかにお願いしたいと思います。まあ、安全が絶対大事ですから、そうでなければ、これから夏休み、まあ、子どもたちを伴って、たくさんの方がお見えになるでしょう。 そのための公園整備でありますので、安全対策は絶対必要ですので、このことについては、しっかりと予算を確保して、対策を取っていただきますように、局長、よろししくお願いしますす以上です、はい、この件に関連して他にございませんかなければ次に、自転車撤去について、伊崎委員、どうぞ。 伊崎はいえっ、ー、とよろしくお願いします百万遍のですねあの自転車の撤去あの速やかに動いていただいてありがとうございましたであの市民の方からもあの良かったっていう声と同時にですねあの撤去のされ方について、えー、個別メールとかあとあの直接お話ししに来てくださった方が。 何人かいいらっっしゃるのでちょっと紹介させていただきますお子さん2人、年少と小学校1年生の方とお出かけ中に子供を乗せる電動自転車と子供用の 18, 18インチの自転車で出かけていたと。で、その時にお子さんがですね、あのトイレに行きたいとおっしゃったので、自転車を 邪魔にならないように他の自転車が止まっている横に止めて公衆トイレを使ったとで出てきたら自転車がなかったとっいうことで、えー、次の日も自転車が必要なので疲れていたけれども2人を連れてバスで、えー、三条千本はあの撤去の置き場かと思うんですけどそちらの方まで取りに行かれで帰りは自宅まで。えー 5キロ以上の道を子供に焦がせて戻りましたと、でこれが1つ目ですね、でもう1人の方は、えー、お店の前に邪魔にならないように止めて食事をとっていて、そうすると撤去の人が来たとで、すぐに出たけれども、容赦なく積み込まれてしまった、でもう1つがですね、えー あの年配の高齢の方なんですけど、まあ、足が悪いんだけど自転車なら乗れるので近くのスーパーに買い物に行った、えー、駐輪場がいっぱいでちょっとはみ出したところに止めていた10分ほど買い物をして戻ったら自転車がなかった帰りはすぐ近くだけれども足が痛いのでタクシーを使って自転車は子どもに頼んで引き取りに行ってもらった。もう一個はですね えっと、たくさん本当に来てるんですけどあのスーパーのやっぱ駐輪場で、えー、自分の自転車は駐輪場に入れたんだが、えー、子ども用自転車は少しはみ出してすぐ横に止めていたそしたらその子ども用自転車だけ撤去されてしまった、えー、こういうことがあのたくさんあの、まあ、以前からねあのお声はたくさん聞いてるんですけれどもあの部局の方にもこういう苦情は入っておりますでしょうか 秋山自転車撤去につきましてはです、ね、いろいろとお電話なり、それから市長への手紙なりで,です、ね、いろんなご意見いただいておりまして、今の先生がおっしゃいましたような、似たような意見というのも頂戴しているところはございますこのいろんな苦情に対してですね、撤去の方法というのは変わってきておりますでしょうか。 福山市長、はい、あのまず、ですねあの自転車の,その、放置転車の,です、ね、あの撤去ということですね、あのこれの,あの定義ですけれども、ま、だあの自転車等駐車場以外の場所、まあ、駐輪場です、ね、以外の場所に置かれている自転車等であって、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて、直ちに。 移動することができない状態にあるものということま定義になっておりまして、でこの問題点につきま放置電車の問題というものがです、ね、例えばその短時間であってもです、ね、高齢者、それから子どもたち、それから障害のある方々をはじめとする歩行者にとってです、ね、大変迷惑になり、また危険なものというです、ね、ものであるということです、またもう一つです、ね、緊急車両の妨げになると。 通行の様定になるというようなこともまた起こっているということで、まあ、多くの弊害を引き起こすと、まあ、歩道は、まあ、あの基本的には歩くところになりますので、引き起こすと、でまたさっき先スもちょっとあの例でおっしゃいましたけれども、1台止めてあるとです、ね、そこにです、ね、止めてもいいということで、また、法人税が増えてくるという,ようなこともございますので、まあ、そういう面も含めて、我々は直ちに移動させることができない状態で放置。 認知されている場合はです、ね、時間の調達にかかる撤去をしているということで原則としてはこのやり方で今やらせていただいているということでございます伊あの。 えと定義原則にのっとって、まあ、あの確かにその放置自転車が邪魔になって歩きにくいとかあの通りにくいっていう問題もあると思うんですけれどもあの今さっき私があのご紹介したお声を聞くとやっぱ確かに大変やったやろうなっていうふうに思うんですけれども。あのー まあ担当してくださっている業者さんとはですねあのどういう何かそういう覚書といいますかあの撤去をする際にまあ子ども用自転車はちょっと配慮してねとか例えばそういう覚書というのは一切ないということでしょうか。秋山市長 はい平成30年から、鉄筋については委託させていただいておりますけれども、基本的には先ほど私が申し上げたことが基準となっておりまして、そのようなことで業者を指導していると、また委託をしているということはございません井崎委員はい、えー、そしたら、現在ですね、何人ぐらいの作業員の方が、えー、何台ぐらいの車で1日回ってらっしゃいますか。 山市長はいあの、撤去体制についてのお尋ねだと思いますがあ、まあ、軽トラックがです、ね、今、4台ございまして軽トラック1台につき2人の作業員が乗っております、合計8人体制で、まあ、あの時と場合によりますけど、ど、まあ市内全体を巡回をして撤去作業をしているというふうなことでございます。 撤去、はいえーまあの,の要望というのは100万名の件でもやはりあの救,急救急車が通りにくかっていうようなことがあるのであの必要だとは思うんですけれども一方でやっぱりあのたくさん本当にこういういなんとかならないかという声はお聞きするんです。で今後あのこういうい 声を、まあ、苦情というか、なんとかならないかというその市民の声、これもあの一方で切実な市民の声だと思うんですけれども、何か対策はお考えでしょうか秋山市長あの対策といいますか、まああのえっと、少し平成3年6月以前につきましては、ですね例えばその、いっ一旦トラックに積み込んだ自転車につきましてはですね、 その返還はもう、会社の方でさせていただくということで、その場で来られても、返還をしていなかったということでございます。これは4トントラックで当時やっておりましたので、まあ、なかなかすぐに出せないというふうな状態でございまして、ね、そうなりましたが、今、の軽トラックで行っておりますので、その場で来られた、つまり、先ほどちょっと申し上げましたけれども、えー 自転車をです、ね、直ちに移動することが逆にできる状態で,です、ねまあ、来られてという方になりますので、そういう方に対しては、その場で無償で返還をしているということになりますけれども、あの原則としては、さっき私が申し上げた形でやらせていただきます、やはり短時間でありましてもです、ね、やはり危険な状態ということは変わりませんし、実は短時間に止めておられた、短時間に止めておられたところで,です、ね、ご高齢の方がつまずいて、自転車につまずいて。 えー、転倒されるとというふうふなここも起こっておりますで、えー、また先ほど先生おっしゃっていましたけど、撤去要望が年に2000件程度来ておりますけれども、これはです、ね、やはりかなり困っておられる、放置電車に困っておられるで、また危険性を覚えておられるというふうなことだというふうに認識しておりますので、原則として我々は放置電車については、先ほどの申し上げたやり方にやらせていただいているということでございます。伊 はいえーとまあ、そもそもその駐輪場がなかなかあの足りてないという現状があると思いますあの駐輪場は、ね、増やす方向で努力してくださっていると思うんですけれども、えー、と今、これから先です、ねえー、駐輪場を増やしていくということで具体的な何か方針はおありでしょうか秋山市長、はい、あの駐輪場につきましてはです、ね、あの我々あの分析としてそ放置電車台数であるとか それから撤去台数、それから地域の主な駐輪場の容量と稼働率ですね等々を見ていって把握をしておいているところでございますであの、駐輪場につきましては、実は増加をずっとこの間、してきておりまして、例えば、えっと、個々の施設に淵をする、淵義務駐車場以外です、ね、の駐車場ですけれども、これを把握している分だけでもです、ね、平成30年から令和4年の5年間で59か所。 増えております合計293箇所と今なっておりますし、台数としても1183台増えておりまして、合計5万8000台になっているとで、また、伏見駐車場につきましても、令和4年だけで,です、ね、28件増えて、1230台分が増えておるというような状況でございまして、実はあの、えー、と放置電車が多い地域でもです、ね、まあ、ピークのときは満車になるときもあるかと思いますけれども、す、ま、べ、あ、ての駐車場が満車である状況では今、ございません。 で近隣に空きがあるとといいうふうふなこともございますでただ、放置電車のちょっと質といいますか、対応が変わってきておりまして、昔はどちらかというと駅前広場とか、そういうところに1箇所にです、ね、大量に停められているということがあったんですけれども、まあ、近年につきましては、その買い物とか飲食による短時間。 でえー、っと小規模分散型の放置が増えているということで、えー、我々としましては、その方針者の多いです、ねえー、駅とか、それから繁華街とかですね、各場所の特性に応じたきめ細やかな駐車場の整備は必要だというふうには思ってございます。でえーまあ それには女性事業とか、それから道路整備許可などによりまして、ですね民間事業者の整備を支援しているところでございます。これによっての法自転車の分布であるとか、それから撤去台数であるとか、稼働率とかを見ながら、ですね小規部分散型の駐車場の整備をですねしっかり行っていくという方向で考えているところでございます。 はいえーまあ、の例えばなんですけれども、まあ、自転車にねあの車にはありますように高齢者とか障害者マークそれから子連れマークなどを貼り付けてもらってあのそれらの自転車についてはあの例えば1回くるっと回ってまだ止まってたらっていうような配慮ができないかまたは自転車そしてスーパー 幼稚園保育園、公園付近では撤去前にアナウンスをするとかですね、まあ、あの人が人の手でされていることですので何か工夫はできるのではないかと思うんですけどその辺はいかがでしょうか秋山市長。 えっとまず、今おっしゃいました中で、我々ですね、撤去をする際に、撤去作業をする際に、軽トラを走らせておりますけれども、それにはスピーカーが2つついておりまして、それぞれですね、撤去について、ですね、自転車を放置することは禁止されておると、速やかに移動させてくださいと、移動させない場合については撤去しますということで、正しい場所に止めましょうということを、アナウンスを一定の音量でしまして、回っておると。で、 撤去作業に入ってです、ね、そこからあのいろんな F をつけたり写真を撮ったり等々に手続きをしておりますのですぐにです、ね、あのもう例えば行ってすぐに撮るとかです、ね、いう,ふうなことではございません一定の時間を経てその間に来られた場合についてはこれは自転車を直ちに移動する状態。 隊のところにおられたとということでその場で無償返還をしておるということになりますので、まあ、その辺についてはあの、すぐ戻ってこられたりです、ね、される方については、あーしっかり返還させていただいているということは一つでございます、またあの、今、先ほどおっしゃいましたように、いろんなその自転車の種別等々によってです、ね、取り扱いを変えるべきではないかということでございますけれども、先ほど申し上げました,申し上げましたように、あの放置電車の,その種別によって、なんかその危険性が変わると、放置者に対する危険性が変わるとかです、ねえーまあ、通行 の状態が、緊急動車の通行の状態が変わるとかということはございませんので、それにつきましては時間の長短にその関係なく、また種類に関係なく、教育は危険であるというもとに、そこについては先ほど申し上げましたような方法で、これはやらせていただきたいというふうに考えております井崎。 はいえー、と最初にお伝えしたようにお子さんがトイレに行っている間にですとかです、ね、ご高齢の方で荷物を持って歩くのが困難な方そういう方が現実に大変困ってらっしゃるというのもこれも市民の声かと思いますで今までもきっといろいろパブコメなどされているかとは思いますけれどもあの撤去について町の皆さんの声を聞く努力をしていただいて少し不 踏み込んだあの対策っていうのを業者の方とあの取り交わしていただくというようなことでえ、そういうお願いをして今日は終わります。ありがとうございました。この件に関連して他にございませんか？なければ以上で建設局を終わります。理事者お疲れ様でした。委員の皆さんはしばらくお残り願います。次回の委員会でございますが、7月20日木曜日に開会いたしますので、ご予定のほどよろしくお願いいたします。 以上で本日の委員会を参加いたします委員の皆さんお疲れ様でした